中京競馬場第1レースは東海ステークス。体勢整い、スタートしました。人気のスマハマ、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何がいるのでしょうか。中から陰気出てまいります。アンジュベリール、スーッと行為に取り付いていきます。そしてここにいました、ゼッケン12番、注目のスマハマ。どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。外外を回りまして、モルコベーネ、内を差がなく、サルサビオーネ、内に1番コスモカナディアン、外の方からチューアウィザード、アフカノロマン、その内を通ります。ピンクのメンコはアポロケンタッキー、マシネの馬体、クイーンズサターン、1馬身差追走。7番タムロミラクル、アンライケン、内を行きます。内を見るようにして、メイトンスミトも内をじっくりと、ムネンセント、外から風の子、しんがりから水場、こういった体勢です。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然インキ、レースを引っ張ります。 3,4 馬身切れてアンジュベリール、さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はインキ、リードは3馬身、2番手追走はアンジュベリール、残り400を切った。インキ4コーナーを先頭で駆け抜けます。スマハマ3番手まで上がってきた。アンジュベリール追走、クイーンズサターン現在4番手、残り200を切った。インディ、インディ、2番手のアンジュベリール食い下がる。先頭はインディ、2番手のスマハマ食い下がる。インディ、1着でゴールイン、勝ったのはインディ、2着にはスマハマ、3着にはアンジュベリール。勝ちタイムは1分44秒8。勝ちましたのはインディ。中京競馬場第1レースは東海ステークス。枠入りが完了してスタートしました。ちょっとばらけたスタートになりました。まずはインキ、押して上がっていきます。先行争い、さて何がいくのでしょうか。中からインキ出てまいります。アンジュベリール、スーッと行為に取り付いていきます。漆黒の馬体、チューアウィザード、スマハマ、この位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。内に並んでコスモカナビアン、外目からはサルサビオーネ、半馬身ほど遅れてモルポベーネ、内をじっくりと水場、アフカノロマン、この位置から外から差がなく、オレンジの帽子クイーンズサターン、ピンクのメンコはアポロケンタッキー、内に7番タムロミラクル、2馬身ほど離れてメイトンスミトも。前半の 800m を通過しました。49秒台並ぶように打ち、アンライケン、少し遅れてムネンセント、そして最後方に風の子、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は依然インキ、レースを引っ張ります。さあ各馬ここから差を詰めていきます。依然として先頭はインキ、リードは3馬身、これを追って2番手にアンジュベリール、残り400を切った。さあここから直線、スマハマ、そこから届くのか。アンジュベリール追走、内からオフのカナビアン、現在5番手の位置、残り200を切った。インキわずかにリード、続いてチューアウィザード先頭、ここでチューアウィザード、スマハマ、ここで先頭に立った。内外並んでゴールイン、若干スマハマ体勢有利か。勝ちタイムは1分43秒6。際どい勝負になりました。